私は千織、千織屋の店主よ。衣装のオーダーメイドならいつでも言ってちょうだい。他の依頼は、君が交換条件にする価値のあるものを持ってるかどうかによるかな。だってお互いに与え合ってこそ商売でしょ。それから千織屋内での喫煙と喧嘩は禁止よ。お客様は神様なんてうちじゃ通用しないから。一般人だろうが本物の神様だろうが、規則を破って外に投げ出された時に尻餅をつく姿勢は同じよ。歩む道もなりたい姿も全部自分自身で決めるの。誰も私に指図なんかできないわ。布を断つにはハサミを使うはず？そんなつまらない規則なんてどうだっていいわ。使い勝手のいい刃物を使うまでよ。突っ立ったまま動くつもりがないのなら、いっそ私のモデルになってくれない？綺麗な服をデザインしてあげるわ。外が騒がしいわね。フォンテーヌの人たち、総出で散歩でもしてるわけ？お風呂に入ってゆっくり休もうっと。それじゃ、また明日。性格が悪いだの、話し方がストレートすぎてすぐに人を傷つけるだの、そういう文句や陰口はよく聞くわ。でも私からすれば、誰にでもお世辞とわかる社交辞令の方が大概よ。はっきり言って、時間の無駄ね。事実を指摘されただけで傷つく人なんて弱すぎるんじゃないの？ブランドの理念を構想してた当初は、自分の経験からたくさんのキーワードをまとめることができたわ。だけど、その中から一つを選ぶのは本当に大変だった。どの宝石も自分の理念を反映している。それなのに選べるのは自分を代表する一つだけってところが特に難しかったわね。絶対に屈しない。これこそが私であり、私のブランドよ。私の目を信じなさい。この服なら君に似合うはずよ。え？こんなスタイルの服見たことないって？ふん、それは君が今まで出会ってきたデザイナーにセンスがなかっただけでしょ？言うタイミングを逃しちゃってたけど、私は思ったことをそのまま言っちゃうタイプなの。まあ、そこについてはもう慣れてるでしょうけどね。自分のやり方を変えるつもりはないから、君も私の前では遠慮せずに素の自分を見せてくれていいわよ。隠す必要なんて何もない。つべこべ言わないって約束してあげるわ。信じられないですって？今まで私が約束を破ったことがあった？フォンテーヌ人からは雷鳴の細菌師って呼ばれてるの。由来は出身地よ。別にどう呼ばれたって構わないわ。故郷に対する未練なんてないし、神の目だって稲妻を出ようと決めたその時に授かったんだもの。まあ、とはいえ、布をいくら干しても干しきれないあの場所は嫌いじゃないわ。私はただ、あそこに帰る必要性を感じないだけ。
子供の頃の私は落ち着きがなかったから、親は私にいろんなものを学ばせたわ。その中の一つが剣道だった。でもある程度学んだ頃に、ふと両手にそれぞれ刃物を持った方が強いし使い勝手がいいって気づいたの。ま、剣道の先生にはやめろって言われたわ。どうしてって聞いたら、主流じゃないことはまともじゃないんですって。その後、私は一度もそこへ稽古に行かなかったわ。今考えてみると、あの時自分の気に入ったやり方を貫くことができて本当に良かったと思う。もしかすると私って生まれつき両手を両方とも使ってないと落ち着かない性質なのかも。たもとは私の初めての作品よ。当時はただ自分と似たような女の子にモデルと助手をやらせようって思って作ったの。え？そばにいてくれる存在？私にはそんなの必要ないわ。言わせてもらうけど、別に私、噂ほど気性が荒いわけじゃないから。私はただ、くだらないことで時間を無駄にしたくないだけなの。でも、なぜだか知らないけど、私の周りじゃ、くだらないことが後を絶たないわけ。そのせいで、私の評判もどんどん悪くなってきちゃったのよ。まったく、風評被害っていうのは、まさにこのことよね。子供の頃からお説教されるのは嫌いだった。規則っていうのが大嫌いで、どうしても逆の方向に行きたくなるって時期もあったわ。ひねくれた性格のおかげで散々ひどい目にもあったけど、年を取るにつれてだんだん分かってきたの。規則っていうのは全部が全部悪いものってわけでもないってね。私が本当に嫌っていたのは、自分の思う通りに決定できない感覚の方だったのよ。子供の頃の一番の楽しみは、故郷の夏祭りだったわ。夏祭りでは、みんな一番綺麗な服を着て外へ行くの。帯にぶら下げる色とりどりの水風船。どう頑張っても救えない金魚。甘すぎるリンゴ飴。それから、長野原の花火。お祭りは楽しいけど、家に帰った後は、いつもなんだか物足りない気分がしてた。今になってやっと分かったけど、きっと、観客側に立つだけじゃ満足できなかったのよね。花火といえば、みんながすぐ、長野原を思い出すみたいに、いつかはお祭りに着る服といえば千織屋の服だってみんなに認めさせたいわ。考えてみただけでやる気が溢れてきちゃった。よし、店に戻って服を作ってくるわ。仕事の時は仕事に専念するけど、今を楽しむのも好きよ。時間のある時は食べ物を手に景色のいいところを見つけて静かにお昼寝したり、お気に入りの音楽を聴きながらゆっくり夜の眠りを楽しんだり、友人を呼んでみんなでワイワイおしゃべりしながら思う存分食べて飲んでパーティーを楽しむこともあるわ。何をするかはその時の気分で決めるの。トレンドが今この瞬間にしかないのと同じように、私も今この瞬間を生きていたいわ。どう？君も今夜は私と出かけて一緒にのんびりしてみない？稲妻のお菓子やあっさりしたご飯が好き。
故郷の布の触り心地が好きだし、一日の終わりにお風呂に浸かるのも好き。でも、フォンテーヌの優しい海の水や、美しい海景色も好きなの。私って結局、過去の影響からは抜け出せてないのかもって。今日のすべては、運命で決まってたことなのかもって、よく考えちゃうわ。でも答えはわからないままでいい。私は、今を生きているんだもの。過去のすべてが、今の私を形作ってるんだとしても、未来をどうやって歩んでいくかは、自分で決める。誰にも変えられやしないわ。私は仕事を通じて夢を追い、趣味を通じて自由を探してるわ。毎日好きじゃないことをやるなんて、一体何の意味があるの？たまに悩むわ。夢を追い求めてても、思った以上に進展は遅いのよ。一体いつになったら、私のブランドを世界中に広められるんだろうって考えちゃう。でも、折り合いをつけて現実と妥協するつもりもないんだから。悩んだって何の意味もないでしょ？そんな時間があるなら、服でも作った方がマシよ。ダメだわ。ありきたりすぎるのよ。まあまあかな。でも、やっぱり人目を引きつけるような要素が欠けてるような。よし。求めてたものを捉えられた気がする。手が震えたりはしないわ。私はその道のプロなんだもの。でも確かに、鼓動はちょっとうるさいかもね。作品が完成するまで、ずっと付き合ってくれてありがとう。この作品は、私にとって本当に重要な意味を持つものよ。これでこの先の道も、もっと自信を持って歩けそう。私は千織。チオリアの天使よ。衣装のオーダーメイドならいつでも言ってちょうだい。他の依頼は、君が交換条件にする価値のあるものを持ってるかどうかによるかな。だってお互いに与え合ってこそ商売でしょ。それからチオリア内での喫煙と喧嘩は禁止よ。お客様は神様なんてうちじゃ通用しないから。一般人だろうが、本物の神様だろうが、規則を破って外に投げ出された時に尻餅をつく姿勢は同じよ。歩む道も、なりたい姿も、全部自分自身で決めるの。誰も私に指図なんかできないわ。布を断つにはハサミを使うはず？そんなつまらない規則なんてどうだっていいわ。使い勝手のいい刃物を使うまでよ。突っ立ったまま動くつもりがないのなら、いっそ私のモデルになってくれない？綺麗な服をデザインしてあげるわ。外が騒がしいわね。フォンテーヌの人たち、総出で散歩でもしてるわけ？お風呂に入ってゆっくり休もうっと。それじゃ、また明日。性格が悪いだの。話し方がストレートすぎてすぐに人を傷つけるだの。
そういう文句や陰口はよく聞くわ。でも私からすれば、誰にでもお世辞とわかる社交辞令の方が大概よ。はっきり言って、時間の無駄ね。事実を指摘されただけで傷つく人なんて弱すぎるんじゃないの？ブランドの理念を構想してた当初は、自分の経験からたくさんのキーワードをまとめることができたわ。だけど、その中から一つを選ぶのは本当に大変だった。どの宝石も自分の理念を反映している。それなのに、選べるのは自分を代表する一つだけってところが特に難しかったわね。絶対に屈しない。これこそが私であり、私のブランドよ。私の目を信じなさい。この服なら君に似合うはずよ。え？こんなスタイルの服見たことないって？ふん、それは君が今まで出会ってきたデザイナーにセンスがなかっただけでしょ？言うタイミングを逃しちゃってたけど、私は思ったことをそのまま言っちゃうタイプなの。まあ、そこについてはもう慣れてるでしょうけどね。自分のやり方を変えるつもりはないから、君も私の前では遠慮せずに素の自分を見せてくれていいわよ。隠す必要なんて何もない。つべこべ言わないって約束してあげるわ。信じられないですって？今まで私が約束を破ったことがあった？フォンテーヌ人からは雷鳴の細菌師って呼ばれてるの。由来は出身地よ。別にどう呼ばれたって構わないわ。故郷に対する未練なんてないし、神の目だって稲妻を出ようと決めたその時に授かったんだもの。まあとはいえ、布をいくら干しても干しきれないあの場所は嫌いじゃないわ。私はただあそこに帰る必要性を感じないだけ。子供の頃の私は落ち着きがなかったから、親は私にいろんなものを学ばせたわ。その中の一つが剣道だった。でもある程度学んだ頃に、ふと両手にそれぞれ刃物を持った方が強いし使い勝手がいいって気づいたの。ま、剣道の先生にはやめろって言われたわ。どうしてって聞いたら、主流じゃないことはまともじゃないんですって。その後私は一度もそこへ稽古に行かなかったわ。今考えてみると、あの時自分の気に入ったやり方を貫くことができて本当に良かったと思う。もしかすると私って生まれつき両手を両方とも使ってないと落ち着かない性質なのかも。たもとは私の初めての作品よ。当時はただ自分と似たような女の子にモデルと助手をやらせようって思って作ったの。え？そばにいてくれる存在？私にはそんなの必要ないわ。言わせてもらうけど、別に私、噂ほど気性が荒いわけじゃないから。私はただ、くだらないことで時間を無駄にしたくないだけなの。でも、なぜだか知らないけど、私の周りじゃ、くだらないことが後を絶たないわけ。そのせいで、私の評判もどんどん悪くなってきちゃったのよ。まったく、風評被害っていうのは、まさにこのことよね。子供の頃から
お説教されるのは嫌いだった。規則っていうのが大嫌いで、どうしても逆の方向に行きたくなるって時期もあったわ。ひねくれた性格のおかげで散々ひどい目にもあったけど、年を取るにつれてだんだん分かってきたの。規則っていうのは全部が全部悪いものってわけでもないってね。私が本当に嫌っていたのは、自分の思う通りに決定できない感覚の方だったのよ。子供の頃の一番の楽しみは故郷の夏祭りだったわ。夏祭りではみんな一番綺麗な服を着て外へ行くの。帯にぶら下げる色とりどりの水風船、どう頑張ってもすくえない金魚、甘すぎるリンゴ飴、それから長野原の花火。お祭りは楽しいけど、家に帰った後はいつもなんだか物足りない気分がしてた。今になってやっと分かったけど、きっと観客側に立つだけじゃ満足できなかったのよね。花火といえば、みんながすぐ長野原を思い出すみたいに、いつかはお祭りに着る服といえば千織屋の服だってみんなに認めさせたいわ。考えてみただけでやる気が溢れてきちゃった。よし、店に戻って服を作ってくるわ。仕事の時は仕事に専念するけど、今を楽しむのも好きよ。時間のある時は食べ物を手に景色のいいところを見つけて静かにお昼寝したり、お気に入りの音楽を聴きながらゆっくり夜の眠りを楽しんだり、友人を呼んでみんなでワイワイおしゃべりしながら思う存分食べて飲んでパーティーを楽しむこともあるわ。何をするかはその時の気分で決めるの。トレンドが今この瞬間にしかないのと同じように、私も今この瞬間を生きていたいわ。どう？君も今夜は私と出かけて一緒にのんびりしてみない？稲妻のお菓子やあっさりしたご飯が好き。故郷の布の触り心地が好きだし、一日の終わりにお風呂に浸かるのも好き。でも、フォンテーヌの優しい海の水や美しい海景色も好きなの。私って結局、過去の影響からは抜け出せてないのかもって。今日のすべては運命で決まってたことなのかもって、よく考えちゃうわ。でも答えはわからないままでいい。私は今を生きているんだもの。過去のすべてが今の私を形作ってるんだとしても、未来をどうやって歩んでいくかは自分で決める。誰にも変えられやしないわ。私は仕事を通じて夢を追い、趣味を通じて自由を探してるわ。毎日好きじゃないことをやるなんて、一体何の意味があるの？たまに悩むわ。夢を追い求めてても、思った以上に進展は遅いのよ。一体いつになったら、私のブランドを世界中に広められるんだろうって。考えちゃう。でも折り合いをつけて現実と妥協するつもりもないんだから、悩んだって何の意味もないでしょ。そんな時間があるなら服でも作った方がマシよ。ダメだわ、ありきたりすぎるのよ。まあまあかな。でもやっぱり人目を引きつけるような要素が欠けてるような。
よし、求めてたものを捕らえられた気がする。手が震えたりはしないわ。私はその道のプロなんだもの。でも確かに鼓動はちょっとうるさいかもね。作品が完成するまでずっと付き合ってくれてありがとう。この作品は私にとって本当に重要な意味を持つものよ。これでこの先の道ももっと自信を持って歩けそう。私はチオリ、チオリアの天使よ。衣装のオーダーメイドならいつでも言ってちょうだい。他の依頼は、君が交換条件にする価値のあるものを持ってるかどうかによるかな。だってお互いに与え合ってこそ商売でしょ。それからチオリア内での喫煙と喧嘩は禁止よ。お客様は神様なんてうちじゃ通用しないから。一般人だろうが本物の神様だろうが、規則を破って外に投げ出された時に尻餅をつく姿勢は同じよ。歩む道もなりたい姿も全部自分自身で決めるの。誰も私に指図なんかできないわ。布を断つにはハサミを使うはず？そんなつまらない規則なんてどうだっていいわ。使い勝手のいい刃物を使うまでよ。突っ立ったまま動くつもりがないのなら、いっそ私のモデルになってくれない？綺麗な服をデザインしてあげるわ。外が騒がしいわね。フォンテーヌの人たち、総出で散歩でもしてるわけ？お風呂に入ってゆっくり休もうっと。それじゃ、また明日。性格が悪いだの、話し方がストレートすぎてすぐに人を傷つけるだの、そういう文句や陰口はよく聞くわ。でも私からすれば、誰にでもお世辞とわかる社交辞令の方が大概よ。はっきり言って、時間の無駄ね。事実を指摘されただけで傷つく人なんて弱すぎるんじゃないの？ブランドの理念を構想してた当初は、自分の経験からたくさんのキーワードをまとめることができたわ。だけど、その中から一つを選ぶのは本当に大変だった。どの宝石も自分の理念を反映している。それなのに、選べるのは自分を代表する一つだけってところが特に難しかったわね。絶対に屈しない。これこそが私であり、私のブランドよ。私の目を信じなさい。この服なら君に似合うはずよ。え？こんなスタイルの服見たことないって？ふん、それは君が今まで出会ってきたデザイナーにセンスがなかっただけでしょ？言うタイミングを逃しちゃってたけど、私は思ったことをそのまま言っちゃうタイプなの。まあ、そこについてはもう慣れてるでしょうけどね。自分のやり方を変えるつもりはないから、君も私の前では遠慮せずに素の自分を見せてくれていいわよ。隠す必要なんて何もない。つべこべ言わないって約束してあげるわ。信じられないですって？今まで私が約束を破ったことがあった？
フォンテーヌ人からは雷鳴の細菌師って呼ばれてるの。由来は出身地よ。別にどう呼ばれたって構わないわ。故郷に対する未練なんてないし、神の目だって稲妻を出ようと決めたその時に授かったんだもの。まあとはいえ、布をいくら干しても干しきれないあの場所は嫌いじゃないわ。私はただあそこに帰る必要性を感じないだけ。子供の頃の私は落ち着きがなかったから、親は私にいろんなものを学ばせたわ。その中の一つが剣道だった。でもある程度学んだ頃に、ふと両手にそれぞれ刃物を持った方が強いし使い勝手がいいって気づいたの。ま、剣道の先生にはやめろって言われたわ。どうしてって聞いたら、主流じゃないことはまともじゃないんですって。その後私は一度もそこへ稽古に行かなかったわ。今考えてみると、あの時自分の気に入ったやり方を貫くことができて本当に良かったと思う。もしかすると私って生まれつき両手を両方とも使ってないと落ち着かない性質なのかも。たもとは私の初めての作品よ。当時はただ自分と似たような女の子にモデルと助手をやらせようって思って作ったの。え？そばにいてくれる存在？私にはそんなの必要ないわ。言わせてもらうけど、別に私、噂ほど気性が荒いわけじゃないから。私はただ、くだらないことで時間を無駄にしたくないだけなの。でも、なぜだか知らないけど、私の周りじゃ、くだらないことが後を絶たないわけ。そのせいで私の評判もどんどん悪くなってきちゃったのよ。まったく、風評被害っていうのはまさにこのことよね。子供の頃からお説教されるのは嫌いだった。規則っていうのが大嫌いで、どうしても逆の方向に行きたくなるって時期もあったわ。ひねくれた性格のおかげで散々ひどい目にもあったけど、年を取るにつれてだんだん分かってきたの。規則っていうのは全部が全部悪いものってわけでもないってね。私が本当に嫌っていたのは自分の思う通りに決定できない感覚の方だったのよ。子供の頃の一番の楽しみは、故郷の夏祭りだったわ。夏祭りでは、みんな一番綺麗な服を着て外へ行くの。帯にぶら下げる色とりどりの水風船。どう頑張ってもすくえない金魚。甘すぎるリンゴ飴。それから、長野原の花火。お祭りは楽しいけど、家に帰った後は、いつもなんだか物足りない気分がしてた。今になってやっと分かったけど、きっと観客側に立つだけじゃ満足できなかったのよね。花火といえば、みんながすぐ長野原を思い出すみたいに、いつかはお祭りに着る服といえば千織屋の服だってみんなに認めさせたいわ。考えてみただけでやる気が溢れてきちゃった。よし、店に戻って服を作ってくるわ。仕事の時は仕事に専念するけど、今を楽しむのも好きよ。時間のある時は食べ物を手に景色のいいところを見つけて静かにお昼寝したり、お気に入りの音楽を聴きながらゆっくり夜の眠りを楽しんだり、
友人を呼んでみんなでワイワイおしゃべりしながら思う存分食べて飲んでパーティーを楽しむこともあるわ。何をするかはその時の気分で決めるの。トレンドが今この瞬間にしかないのと同じように、私も今この瞬間を生きていたいわ。どう？君も今夜は私と出かけて一緒にのんびりしてみない？稲妻のお菓子やあっさりしたご飯が好き。故郷の布の触り心地が好きだし、一日の終わりにお風呂に浸かるのも好き。でも、フォンテーヌの優しい海の水や美しい海景色も好きなの。私って結局、過去の影響からは抜け出せてないのかもって。今日のすべては運命で決まってたことなのかもって。よく考えちゃうわ。でも答えはわからないままでいい。私は今を生きているんだもの。過去のすべてが今の私を形作ってるんだとしても、未来をどうやって歩んでいくかは自分で決める。誰にも変えられやしないわ。私は仕事を通じて夢を追い、趣味を通じて自由を探してるわ。毎日好きじゃないことをやるなんて、一体何の意味があるの？たまに悩むわ。夢を追い求めてても、思った以上に進展は遅いのよ。一体いつになったら、私のブランドを世界中に広められるんだろうって考えちゃう。でも、折り合いをつけて現実と妥協するつもりもないんだから。悩んだって何の意味もないでしょ？そんな時間があるなら、服でも作った方がマシよ。ダメだわ。ありきたりすぎるのよ。まあまあかな。でも、やっぱり人目を引きつけるような要素が欠けてるような。よし。求めてたものを捉えられた気がする。手が震えたりはしないわ。私はその道のプロなんだもの。でも確かに、鼓動はちょっとうるさいかもね。作品が完成するまでずっと付き合ってくれてありがとう。この作品は私にとって本当に重要な意味を持つものよ。これでこの先の道ももっと自信を持って歩けそう。私はチオリ、チオリアの天使よ。衣装のオーダーメイドならいつでも言ってちょうだい。他の依頼は、君が交換条件にする価値のあるものを持ってるかどうかによるかな。だって、お互いに与え合ってこそ商売でしょ。それから、チオリア内での喫煙と喧嘩は禁止よ。お客様は神様なんて、うちじゃ通用しないから。一般人だろうが、本物の神様だろうが。規則を破って外に投げ出された時に尻餅をつく姿勢は同じよ。歩む道もなりたい姿も全部自分自身で決めるの。誰も私に指図なんかできないわ。布を断つにはハサミを使うはず？そんなつまらない規則なんてどうだっていいわ。使い勝手のいい刃物を使うまでよ。突っ立ったまま動くつもりがないのなら、いっそ私のモデルになってくれない？綺麗な服をデザインしてあげるわ。
外が騒がしいわね。フォンテーヌの人たち、総出で散歩でもしてるわけ？お風呂に入ってゆっくり休もうっと。それじゃ、また明日。性格が悪いだの、話し方がストレートすぎてすぐに人を傷つけるだの、そういう文句や陰口はよく聞くわ。でも私からすれば、誰にでもお世辞とわかる社交辞令の方が大概よ。はっきり言って、時間の無駄ね。事実を指摘されただけで傷つく人なんて弱すぎるんじゃないの？ブランドの理念を構想してた当初は、自分の経験からたくさんのキーワードをまとめることができたわ。だけど、その中から一つを選ぶのは本当に大変だった。どの宝石も自分の理念を反映している。それなのに、選べるのは自分を代表する一つだけってところが特に難しかったわね。絶対に屈しない。これこそが私であり、私のブランドよ。私の目を信じなさい。この服なら君に似合うはずよ。え？こんなスタイルの服見たことないって？ふん、それは君が今まで出会ってきたデザイナーにセンスがなかっただけでしょ？言うタイミングを逃しちゃってたけど、私は思ったことをそのまま言っちゃうタイプなの。まあ、そこについてはもう慣れてるでしょうけどね。自分のやり方を変えるつもりはないから、君も私の前では遠慮せずに素の自分を見せてくれていいわよ。隠す必要なんて何もない。つべこべ言わないって約束してあげるわ。信じられないですって？今まで私が約束を破ったことがあった？フォンテーヌ人からは雷鳴の細菌師って呼ばれてるの。由来は出身地よ。別にどう呼ばれたって構わないわ。故郷に対する未練なんてないし、神の目だって稲妻を出ようと決めたその時に授かったんだもの。まあ、とはいえ、布をいくら干しても干しきれないあの場所は嫌いじゃないわ。私はただ、あそこに帰る必要性を感じないだけ。子供の頃の私は、落ち着きがなかったから、親は私にいろんなものを学ばせたわ。その中の一つが剣道だった。でもある程度学んだ頃にふと、両手にそれぞれ刃物を持った方が強いし使い勝手がいいって気づいたの。ま、剣道の先生にはやめろって言われたわ。どうしてって聞いたら、主流じゃないことはまともじゃないんですって。その後私は一度もそこへ稽古に行かなかったわ。今考えてみると、あの時自分の気に入ったやり方を貫くことができて本当に良かったと思う。もしかすると、私って生まれつき両手を両方とも使ってないと落ち着かない性質なのかも。たもとは私の初めての作品よ。当時はただ自分と似たような女の子にモデルと助手をやらせようって思って作ったの。え？そばにいてくれる存在？私にはそんなの必要ないわ。言わせてもらうけど、別に私、噂ほど気性が荒いわけじゃないから。
私はただくだらないことで時間を無駄にしたくないだけなの。でもなぜだか知らないけど、私の周りじゃくだらないことが後を絶たないわけ。そのせいで私の評判もどんどん悪くなってきちゃったのよ。まったく、風評被害っていうのはまさにこのことよね。子供の頃からお説教されるのは嫌いだった。規則っていうのが大嫌いで、どうしても逆の方向に行きたくなるって時期もあったわ。ひねくれた性格のおかげで散々ひどい目にもあったけど、年を取るにつれてだんだん分かってきたの。規則っていうのは全部が全部悪いものってわけでもないってね。私が本当に嫌っていたのは、自分の思う通りに決定できない感覚の方だったのよ。子供の頃の一番の楽しみは、故郷の夏祭りだったわ。夏祭りでは、みんな一番綺麗な服を着て外へ行くの。帯にぶら下げる色とりどりの水風船。どう頑張っても救えない金魚。甘すぎるリンゴ飴。それから、長野原の花火。お祭りは楽しいけど、家に帰った後は、いつもなんだか物足りない気分がしてた。今になってやっと分かったけど、きっと観客側に立つだけじゃ満足できなかったのよね。花火といえば、みんながすぐ長野原を思い出すみたいに、いつかはお祭りに着る服といえば千織屋の服だってみんなに認めさせたいわ。考えてみただけでやる気が溢れてきちゃった。よし、店に戻って服を作ってくるわ。仕事の時は仕事に専念するけど、今を楽しむのも好きよ。時間のある時は食べ物を手に景色のいいところを見つけて静かにお昼寝したり、お気に入りの音楽を聴きながらゆっくり夜の眠りを楽しんだり、友人を呼んでみんなでワイワイおしゃべりしながら思う存分食べて飲んでパーティーを楽しむこともあるわ。何をするかはその時の気分で決めるの。トレンドが今この瞬間にしかないのと同じように、私も今この瞬間を生きていたいわ。どう？君も今夜は私と出かけて一緒にのんびりしてみない？稲妻のお菓子やあっさりしたご飯が好き。故郷の布の触り心地が好きだし、一日の終わりにお風呂に浸かるのも好き。でもフォンテーヌの優しい海の水や美しい海景色も好きなの。私って結局過去の影響からは抜け出せてないのかもって。今日の全ては運命で決まってたことなのかもってよく考えちゃうわ。でも答えはわからないままでいい。私は今を生きているんだもの。過去の全てが今の私を形作ってるんだとしても、未来をどうやって歩んでいくかは自分で決める。誰にも変えられやしないわ。私は仕事を通じて夢を追い、趣味を通じて自由を探してるわ。毎日好きじゃないことをやるなんて、一体何の意味があるの？たまに悩むわ。夢を追い求めてても、思った以上に進展は遅いのよ。一体いつになったら、私のブランドを世界中に広められるんだろうって考えちゃう。でも折り合いをつけて
現実と妥協するつもりもないんだから。悩んだって何の意味もないでしょ。そんな時間があるなら服でも作った方がマシよ。ダメだわ、ありきたりすぎるのよ。まあまあかな。でもやっぱり人目を引きつけるような要素が欠けてるような。よし、求めてたものを捉えられた気がする。手が震えたりはしないわ。私はその道のプロなんだもの。でも確かに鼓動はちょっとうるさいかもね。作品が完成するまでずっと付き合ってくれてありがとう。この作品は私にとって本当に重要な意味を持つものよ。これでこの先の道ももっと自信を持って歩けそう。私はチオリ、チオリアの天使よ。衣装のオーダーメイドならいつでも言ってちょうだい。他の依頼は、君が交換条件にする価値のあるものを持ってるかどうかによるかな。だってお互いに与え合ってこそ商売でしょ。それからチオリア内での喫煙と喧嘩は禁止よ。お客様は神様なんてうちじゃ通用しないから。一般人だろうが本物の神様だろうが、規則を破って外に投げ出された時に尻餅をつく姿勢は同じよ。歩む道もなりたい姿も全部自分自身で決めるの。誰も私に指図なんかできないわ。布を断つにはハサミを使うはず？そんなつまらない規則なんてどうだっていいわ。使い勝手のいい刃物を使うまでよ。突っ立ったまま動くつもりがないのなら、いっそ私のモデルになってくれない？綺麗な服をデザインしてあげるわ。外が騒がしいわね。フォンテーヌの人たち、総出で散歩でもしてるわけ？お風呂に入ってゆっくり休もうっと。それじゃ、また明日。性格が悪いだの、話し方がストレートすぎてすぐに人を傷つけるだの、そういう文句や陰口はよく聞くわ。でも私からすれば、誰にでもお世辞とわかる社交辞令の方が大概よ。はっきり言って時間の無駄ね。事実を指摘されただけで傷つく人なんて弱すぎるんじゃないの？ブランドの理念を構想してた当初は、自分の経験からたくさんのキーワードをまとめることができたわ。だけどその中から一つを選ぶのは本当に大変だった。どの宝石も自分の理念を反映している。それなのに選べるのは自分を代表する一つだけってところが特に難しかったわね。絶対に屈しない、これこそが私であり私のブランドよ。私の目を信じなさい。この服なら君に似合うはずよ。え？こんなスタイルの服見たことないって？ふん、それは君が今まで出会ってきたデザイナーにセンスがなかっただけでしょ？言うタイミングを逃しちゃってたけど、
私は思ったことをそのまま言っちゃうタイプなの。まあ、そこについてはもう慣れてるでしょうけどね。自分のやり方を変えるつもりはないから、君も私の前では遠慮せずに素の自分を見せてくれていいわよ。隠す必要なんて何もない。つべこべ言わないって約束してあげるわ。信じられないですって？今まで私が約束を破ったことがあった？フォンテーヌ人からは雷鳴の細菌師って呼ばれてるの。由来は出身地よ。別にどう呼ばれたって構わないわ。故郷に対する未練なんてないし、神の目だって稲妻を出ようと決めたその時に授かったんだもの。まあとはいえ、布をいくら干しても干しきれないあの場所は嫌いじゃないわ。私はただあそこに帰る必要性を感じないだけ。子供の頃の私は落ち着きがなかったから、親は私にいろんなものを学ばせたわ。その中の一つが剣道だった。でもある程度学んだ頃に、ふと両手にそれぞれ刃物を持った方が強いし使い勝手がいいって気づいたの。ま、剣道の先生にはやめろって言われたわ。どうしてって聞いたら、主流じゃないことはまともじゃないんですって。その後私は一度もそこへ稽古に行かなかったわ。今考えてみると、あの時自分の気に入ったやり方を貫くことができて本当に良かったと思う。もしかすると私って生まれつき両手を両方とも使ってないと落ち着かない性質なのかも。たもとは私の初めての作品よ。当時はただ自分と似たような女の子にモデルと助手をやらせようって思って作ったの。え？そばにいてくれる存在？私にはそんなの必要ないわ。言わせてもらうけど、別に私、噂ほど気性が荒いわけじゃないから。私はただ、くだらないことで時間を無駄にしたくないだけなの。でも、なぜだか知らないけど、私の周りじゃ、くだらないことが後を絶たないわけ。そのせいで私の評判もどんどん悪くなってきちゃったのよ。まったく、風評被害っていうのはまさにこのことよね。子供の頃からお説教されるのは嫌いだった。規則っていうのが大嫌いで、どうしても逆の方向に行きたくなるって時期もあったわ。ひねくれた性格のおかげで散々ひどい目にもあったけど、年を取るにつれてだんだん分かってきたの。規則っていうのは全部が全部悪いものってわけでもないってね。私が本当に嫌っていたのは自分の思う通りに決定できない感覚の方だったのよ。子供の頃の一番の楽しみは、故郷の夏祭りだったわ。夏祭りでは、みんな一番綺麗な服を着て外へ行くの。帯にぶら下げる色とりどりの水風船。どう頑張ってもすくえない金魚。甘すぎるリンゴ飴。それから、長野原の花火。お祭りは楽しいけど、家に帰った後は、いつもなんだか物足りない気分がしてた。